久保さん、これね、いい名言見つけましたよ。<laughs> まめちゃめちゃ長いんですけど、名前が。なんか、アイルランド出身の詩人作家、劇作家。オスカー・フィンガルオ・オフ、オフ、オフ・ラハッティン・ウィリス・ワイルド。長えな <laughs>。行きましょうか。 若い時の自分は金こそ人生で最も大切なものだと思っていた。若い時の自分は金こそ人生で最も大切なものだと思っていた。今、今、歳をとってみると、その通りだと知った。<laughs> その通りだと知った。いや、これはね、まあ僕はまあイメージするんですけども、下の瀬はですね、 あなたの下の世話をお金を払わず誰が無償でやってくれますかあなたの下の世話を誰が無償でやってくれますか多分そういうボランティア団体みたいなところもあると思うんですけどまあすいませんこれから僕がイメージするのは30年後40年後まあこれはデータ出てると思いますけどもまあ高齢者の方が多いわけですよ単純に <laughs>。 ま、このデータは出てるんでね。少子高齢化。データ出てますよね。出生率、どんどん下がってます。まあ、明らかに、年寄りの方が多いわけですよ。ってなってくると、本当に金ないと、その倍率も、そういうだ、そういうとこの、なんか無償でやってくれる施設とかも倍率高すぎて、まあ、難しいと思うんですよね。だからお金ないと、多分、 きついっすよ <laughs>。まあ自分でできるときはいいんだけどね。これできなくなる、まあ介護ですよね。だから可能性があるんだったら無償でやってくれる可能性があるんだったら血縁関係があるっていうね。家族だったら血縁関係があるっていう。じゃあそれが全員いなくなったらどうするのって話で <laughs>。うん。そう。うん。だからね。 これはふ、まあ、深いなと思いましたね。なんか僕はその、今年を取ってみるとその通りだと知ったっていう、この知ったっていうところが、何を体験して知ったんだろうって考えちゃったんですけど、まあ、パッと浮かんだのが、その、下の世話は誰が無償でしてくれるのかっていう。これはね、考えさせられたなっていうのはね、深いなっていうね。やっぱ身をもって、その、 なんかこの人がねなんか年取っていろいろ金かかるなっていうことをまざまざと体験してやっぱ金はやっぱ必要なんだなっていうのはなんか年を取ってから感じたっていうなんかうん深いなっていううんでももう戻ってこないですからね <laughs> だから僕はそのあのー、将来の40506070常にやっぱ想像をイメージしてるんですよね だからお金はもうずっと稼がないといけないし、あの、最低でも5億っていうのは決めてるし、5億稼ぐまではあやり続ける。まあ、いろんなことやるっていう。うん。まあ、5億あれば、まあ、あのー、なんだ多分大丈夫なんですよ。まあ、その、つつましく生きていけば。与ザさんみたい、5億じゃ与ザさんみたいな生活はできないけれども、一般的な生活であるならば、まあ、5億ぐらいあれば。 全然大丈夫だと思いますそれはもうデータで出てるわけですよこれも。生涯賃金が23億って言われてるんで多くの人はその23億円稼いで生活してるわけですから、まあ、生活できるはずなんですよ。で5億もあれば多分大丈夫です、ねうん。まあ与沢さんみたいな生活したいんだったら5億じゃ足りないですけどね。うん、何十億何百億ないとちょっと難しいかもしれないですね。 うん、そう。だらこの家賃4万2000程度で行くんだったらまあ豪華あれば余裕でしょうね多分まあそれがホテル代で1ヶ月600万使いますとかだったらちょっとね無理ですけど <laughs> 豪併じゃた,たんないですね、うん な、やっぱ自分のそのライフを決めて、そのライフの中でじゃあ必要経費どれぐらい必要なのかなっていうのを常に考えて、やっとく。今のうちにやっとくっていう。いや、それがね、非常に僕は大事かなと思います。あの、まあ、将来のことはわかんないんだけど、まあ、これは僕は孫さんのすげえ、あの、言葉が好きなんですけどね。未来のことはわからないってみんな言うと。確かにそうだと。 だけど、それは本当に未来のことは分からないのは仕方ないと。それはしょうがないんだけど、もしそこに未来のことを考えようとしていないんであるならば、それは良くないんじゃないかっていう言葉がすごく、これね、好きっすね。うん、めちゃめちゃ、うん、確かに、みたいな。だかホリエさんのその、近畿大学の今を生きろ、みたいなのその、今に集中すると。 誰が10年後スマホを歩きスマホをしてると想像できましたと。僕も想像できませんでしたと。未来のことはわからないと。だから今を全力で生きるんだと。今を生きろ。みたいなね。それもいい、いいなって思うんですけど。だからその、両方考えるっていうね。今も集中するし、じゃあ今は何のために頑張るのかっていう。もちろん今のためにも頑張ってるし、さらに将来のためにも頑張ってる。 今にも目を向けてるし、将来にも目を向けてる。結局、全部に目を向けて今は頑張るみたいな話ですね、うん。全部のトータル、人生っていうトータルプランの、それの中の、全部に向けて今日頑張るってことですよね。将来に向けて頑張ってるし今日、今日を頑張ることも今日頑張ってるし、将来に向けても今日頑張ってるしっていう、なんかそ,そういう考え方というかね、そういうのがあると、うん うーん僕はいいんじゃないかなと思います。まあ、こ,このね、オスカー・フィンガルさんがもう身をもって体験したことをね、これ言葉に残してくれてるっていうのは、すごいこれありがたい言葉だな。まあ、僕はまだ80歳になって下の世話が、ね、自分でクソしても自分でケツ吹けるし、風呂も自分で入れるんですけど、もし自分で風呂も入れない。自分で、あの、トイレにも行けなくなった時に、 お金が全くなかったら、うん、多分このオスカー・フィンガルさんみたいなことを言,言ってるかもしれないですよね。うん、まあすいません、オスカー・フィンガルさんが僕がイメージしてたことになってたのかはちょっとわかんないですけど。うん、いや、これはね、深いですね。これはちょっと染みましたね。年取ってないけども、年 うん、やっぱお金のありがたみというか大切さをまた改めて身をもってこう感じさせてもらったかなと思いますね。やっぱ金稼がないとあかんと。<laughs> うん、そうだから年取ってない時にこれを感じて行動できるんだったらそれはすごくラッキーですよね。だからまあこういうい言葉 あれが、もう、あるわけですからね、しら、あの、調べれば、まあ、出てきましたけど。うん、そうそう、億万長者合宿はね、僕、あんま、その、乗る気にならない、もう一つの、なんか、理由があるのは、もう、これがね、億万長者合宿になってるなっていう <laughs>、この、やりとりがね。もう、そもそも、そうそう、億万長者合宿う、終わった後のほうが長いので、もはや、もう、長くなっちゃったんで、もう、 億万長者合宿っていうものは、このリレーそのものが億万長者合宿にもうなってんじゃねえからっていう。別にやんなくても、これが、もうこれがやってるんで <laughs>。うんとはいえ、まあ絶対やらないっていうわけでもないし、やるかもしれないし。うん、でもまあ今んとこはまああんまり気が乗らないし、僕も。<laughs> そう。うん なんか、ま、久保さん還暦迎えた時に、引退みたい。引退合宿みたいなね。<laughs> 引退合宿。あ、引退合宿だか、何すか。あの、60歳って何でしたっけなんか、なんかありますよね。なんとか合宿。60歳ってな、名前何でしたっけなんかありますよね。60歳。節目。還暦だ。還暦合宿みたいな。還 <laughs> 暦合宿って。 還暦合宿っていう。還暦長者合宿ってどうですか還暦長者合宿。還暦長者。還暦長者ってなんか名前ないですよね。還暦長者。億万長者じゃなくて、還暦長者合宿っていう。面白いですね。そう。まあ結局蓋を開けると、あの、僕が億万長者になってん還暦を迎えて億万長者になってました。 みたいな <laughs> うん、まあいいや、まあ、とりあえず今日もいってらっしゃい。